台湾のどこが一番あの楽しみにしてますか？台湾のが今まで台北に行ったんですけど、はい、東京にすごく行ってて、ゆっくりとか人の雰囲気とか、はい、インターナショナルな感じとか、はい、すごくなんか東京に行ってて、で、すごく住みやすそうだし、とてもいいところなんです、はい、あ、じゃあ台中はどんな印象？台中もとてもいいところです。ここに来るときにバスで、ああ、はいはい、あの空がすごい青くて、はい、すごい綺麗で、そうですね、あの昨日が台風があって、あ、そうだ、はい、今日がすごい暖かな天気になって、はい、すごく綺麗で写真たくさん撮ってそうですよね。じゃ あ, あの何かあの期待な食べ物ってありますか？シューマイ、シューマイ、あのすごく好きで、日本でもよく食べてて、はい、でもやっぱ本場のものが美味しいな。あ、そうですか。あ、じゃあ今回あの食べる期待がありますか？そうですね、はい、楽しみにしてます。あ、じゃあ、 あの臭い豆腐ってご存知ですか？臭い豆腐、はいはい、で、あいうちなんですけど、臭豆腐といって、で 台湾でも有名な食べ物なんですけど、はい、匂いがきつい。そうそう、そういう感じのものなんですけど、どうですか？試してみたいです、ね、はい、気が上がればぜひ。どちらで食べれるんですか？あ、多分あの夜市があるんですけど、ナイトマーケット、はいはい、臭豆腐、はいはい、漢字はこの臭い、臭いの感じなんですけど、豆腐なんですけど、食べてみて、はい、美味しいですか？美味しいです。あ、でも匂いがちょっときつい、はい、そうそう、そういう感じです。多分あの台湾の人にとっての納豆みたいな感じで。あ、なるほどね、そういう感じです。食べてみます。はい、はい、ご協力ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。行くように星が夢